国会では今日から来年度予算案の審議がスタートしていますが、総務省関連の予算資料に複数の誤りがあり、金子総務大臣が陳謝しました。国会記者会館から住田記者の中継です。はい、予算の参考資料の総務省部分に誤りがあったことが立憲民主党の指摘で判明し、予算委員会は審議、冒頭から大臣の陳謝で始まりました。え、著しく。 緊張感に欠けていたと言わざるを得ず全くもって申し開きできるものではございません総務大臣として心よりお詫び申し上げます立憲民主党の指摘を受けた総務省の調べでは参考資料のミスは13カ所に上るということですただ予算案を取りまとめた鈴木財務大臣は予算書自体には誤りは発見されなかったとして予定通りの審議を求めました 野党側はこの問題について、強く反発しています。政府がこの予算審議に臨むにあたってです、ね、大変ずさんな状態、緩みが出ているということも強く申し上げたところでありまして、集中審議、これを求めたところであります。 さすがに与党側もこの要求を受けざるを得ないとして、岸田総理大臣も出席しての集中審議の開催で合意しました。以上、中継でした。